こんにちは、ゆるです。声ガスガス。はい、こんにちは、ゆうみです。ちょっとギリギリになってしまってね、申し訳ないんですけど、まあいろいろありまして、8月のね、リーディングを今回は、こういう形でお届けしたいと思います。で、まあ12星座別にね、また動画分けるんですけど、今回は2種類のカードをね、使って見ていきたいと思います。まずこちらが、いつもね、使ってないんだけどあんまり。アセンデッドマスターのカードになります。で、アセンデッドマスターのカードは、女神のカードとね、同じような使い方をするんですけど、今回は、キーワードとなるワンオラクルをアセンデッドマスターのカードで引いて、メインのね、流れとなるメッセージの方をこっちのね、前使ってたマーメイドのカードで見ていきたいと思います。まあ夏だしね、なんか海っぽいエネルギーのカードいいかなと思って、今回はマーメイドのカードで見ていきたいと思います。で、まあどちらもね、ドリームバーチューさんという方のカードなので、まあ実際ミックスして使ってもいいんですけど、私は別々に引いて別々に見るっていう方が好きなので、まあね、2種類使うときはこんな感じで引いてるよっていうのをね、今回は見ていただけたらいいと思います。それでは早速始めていきましょう。はい、それでは早速見ていきましょう。今回は2019年8月太陽星座いて座さんたちへ向けたメッセージを見ていきます。こんな感じで出ています。今月いて座さんたちに関しては、まずこれね、ルーなんですけど、粘り強さのカードです。まあ何かね、ちょっとやってみてうまくいかなかったりだとか、なんだか停滞しているように感じることとかがある時には、もう少しね、粘り強く、まあ、頑張ってみましょうっていう感じのカードになるんですけど、長期的で見て粘り強くっていう意味合いが強いような印象があるので、まあ例えばだけど、ちょっとやってみてうまくいかないってなったら、それをずっとやり続けるっていうよりは、少しずついろいろね、試しながらやってみて、どうやったらうまくいくのか、うまくいくまでをちょっと粘り強く頑張ってみるっていう感じの印象です。同じことをずっとやり続けるんじゃなくて、どうしたらうまくいくのかを試行錯誤しながら、粘り強く、根気強くやっていくっていう感じの印象のカードです。で、まあこっちね、このマーメイドの方のカードなんですけど、今月、いて座さんたちに関しては、自分自身が本来受け取るべきものとか、もっとよく変化していくために動く時期が来ていますよっていう感じのメッセージが来ています。で、まあ実際ね、自分が本当は受け取れる何か、今度こういう仕事があって、何々さん紹介したいと思ってるんですよねみたいなお声掛けがあった時にね、例えばだけど、に、いえいえ、私なんてまだそんなキャリアじゃないですから、別の方をご紹介します、もしよろしければ、みたいなね。自分が本当は受け取るはずだったものを人にね、渡してしまってるような癖とか、何かまだ自分に自信がないがために準備ができてないからって言って、断ってきたチャンスとかがあったとしたら、もうそろそろそれは、終わりにして、例えばまだ自分で準備が整ってないと思っても、もうそのチャンスを受け取るにふさわしい時が来てるから、そのタイミングが回ってきてるんですよっていうのを受け入れて
いけるようにね、ちょっとずつ動いていくといい月になると思います。で、まあ、どうしても身を引きやすいっていう、もう癖がちょっとついちゃってるっていう感じのメッセージが来てるから、全てが万全に整ってからやるんじゃなくても、今手元に来たチャンスは一つずつでもいいからちゃんと受けてこなしていく。で、どうしたらうまくいくのか、ちゃんとね、自分の中でもう手持ちのスキルはあるはずなんですよ。どうしたらうまくいくのかっていう必要なものは揃ってるはずなので、自分で揃ってないと思ってても一旦受けてみて、それから考えるっていう風に思考をね、ちょっと変えていってもいい時期なのではないかなと思います。まあ、何かね、大きな変化がドーンってきてるっていう感じではないんですけど、少しずつね、その思考を切り替えていく、その思考の癖を切り替えていくっていうプロセスをね、いきなりできるもんじゃないんで、ちょっとずつちょっとずつ意識してね、やってみていただけるといいと思います。もっともっとね、本当はできることがたくさんあるのに、自分から取りこぼしているものがたくさんあるから、それをね、ちゃんと受け取って自分の自信にもしてほしいし、自分の糧にもしてほしいし、そういう価値ある人であるっていう自分を認めてほしいし、そういうのの練習をね、ちょっとずつしていきましょうっていう感じのメッセージが来ています。まあ、全体的に新しい方向へ進むっていうのに抵抗がものすごく生じやすい時期ではあるらしい、今月ね。ただその中でも変えていけるものがちょっとずつでもあるはずだから、小さな変化でもそれをね、バカにすることなく、一つずつ丁寧にね、ちゃんと変化をつけてチョイスね、していけるといい一月になると思います。はい、というわけでいかがだったでしょうか。まあね、今回はこっちシャッフルして1枚引いて、こっちシャッフルして1枚引いてっていう風に見てたんですけど、それがめんどくさいなって思う時とか、もし相手がいて自分が見てあげるっていう時だったら、時間なるべく節約しながら情報をいっぱい得たいと思うんですよ。そしたらこっちはこっちでメインとなるカードの方ね、メインとなるカードの方で、まあ3枚とか並べて、まあ何でもいいんですけどね、スプレッドは。これで見ながら、クライアントさんが喋ってる時とか、自分がこれを読んでる間に、こっちで今この状況で見るべきカードを飛んでこいって言ってお祈りをするんですね。で、そこで持ってパラパラパラって持ってパッて開くと、ここで出たカードがその時必要な情報になって出てきたりするので、このメインのカードの補足として読む時には、私はもうこうやって引いて読んじゃいます。で、クライアントさんがいたとして、自分が見る時にはまあ切ってね、置いとくとするでしょ、手元に。で、出てるカードはこれなんだけど、クライアントの状況を今1枚でカードで見せてくださいって言って引くと、その時のクライアントの状態がここのカードとなって出てきますので、まあ問題が変わるごとにカードを引き直してもいいし、こっちだけ見直してもいいし、どっちでもいいんですけど、それはもう自分のやりたいように使っていいのがオラクルカードのいいところなので、まあ私はそういう風に使ってるよっていう感じです。特にね、このカードっていうのは女神のカードと一緒で、中級者以上のカードになってるので、まあ実際ね、このカードが表す文字の意味と、そのマスターの背景とかから読み解く意味と、あと色の意味がいろいろあります。あと、なんだっけ、このシンボルの意味もあるし、様々な情報をこれ一枚で読み解くことができるので、その背景とかまで知ってると、よりね、深くいろんなものが読めていいカードです。でもこっちはね、前よく使ってたでしょ、分かりやすい、こっちは初心者向けのカードなので、これだけで使っても全然いいです。最初のうちはこれだけでやってたら分かりやすいし、いいと思うし、クライアントさんの分もね、別にこれ1個でも見れるので、全然これだけでも大丈夫です。実際
その対面とかでやってる占い師さんたちの中でもこれだけでやってる方もいらっしゃるので、私は全然それでもいいと思います。ただまあもうちょっとレベルアップしたい人にはこういうのもあるよぐらいのね感じでお届けしてみました。またこの企画が面白かった、役に立った、また次も見たいと思ってくださったら、ぜひ高評価チャンネル登録をお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。